あらすじ。ユニバースにアップデートが入り、8個目の星が登場。スタートのスタートからこの星で新たに出てきた素材がめちゃくちゃ必要でした。そしてこのゲームで最も入手困難なトークンが当たり前のように50個とか要求される始末。さらにそこを超えてもまたメタルスライムという新しい素材が出てきて、それをひたすらに要求してきました。そこを超えると追い打ちをかけるかのように、この星にある素材だけでは生成ができないフォアグラという素材を鬼のように要求してくるのでした。どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今回もユニバースやっていこうと思うんですが、まあフォアグラ75はなんとかなるにしても、トークン25がね、これまた厄介なんですよね。もう勝て、今ちょっとまあミッションでね、あのこの雲を倒すミッションやってるんですけど、これ15体倒したら3トークン、ゲットできます。今25トークン必要なんですけど、で本来こうダンジョンに入ってしまえば、まあ、ダンジョンクリアしてね3トークン4トークンもらえたりするんですけども、先ほどちょっと50トークン必要なミッションでも全部ダンジョンちょっと使ってしまったので、ミッションちょっと全部クリアするしかないんですけど、ちょっとまあ早送りでいけるかな、15体倒すのにこんだけ時間かかるよっていうのをね、ちょっと早送りでお届けしたいなとは思ってるんですが、さあ、現在10倍速でお届けしております。このミッションがですね、1日9個出るんですけども、その9個のうちの1個です。その1個でこんだけ時間かかってゲットできるのが3トークン。マジでね、途方もねえんすよ。これ1個1個ね、時間かかりすぎやろって。あのアップデート入る前はこれ雲30体倒せでしたからね。まあそれに比べるとまあだいぶぬるくはなってるんですけど、まあ、10倍速でもまあギリギリ見てられるかなぐらいの尺になりますよね。オッケー、よし、これで、3トークンゲットです。あ、いや必要な壺攻めが、あーオッケー、木はありがて、木は備蓄がだいぶあるから、あーありがて、木ありがて、これはもうねだいぶ勝ってきてたから、あー 1.1 ぐらいなら、よし、まあまあ20キロありゃ全然木ゾーンはいけますね。ありがて、まあ壺だな、まあとりあえず壺だけ、あとはもうちょい頑張って集めれば、よしよし開通。あーフォアグラも使わされるけれども、オッケー、家はもうこれでほぼほぼ立った感じかな。よし、まあ、この辺のエリアはほぼほぼ、開拓できたぞってな感じですかね。いやー、こう資材がちゃんとある時のユニバースの楽しさたるや半端ないね。爽快感がすごい。あとはもうこの壺ゾーンさえ越えてしまえば、また木とかになってくれるとね。あ、35キロ、ちょっと待って、桁が壊れすぎてる。今まで1キロ多くて2キロだったけど、35キロ、ちょっと待って、10倍どころの騒ぎじゃねえぞおい。はい、ちょっと多めに木集めてきました。さすがにこれでダンジョンかな。さあこれでダンジョン、うわー、ちょ、またちょっと50トークン多くない、これ。もうまた1日足止め食らうぜこれ。なんかデフォルトが50はちょっと壊れすぎやって、これ。はい、時間になったのでまたちょっとダンジョン行きたいと思います。このダンジョンが12時間に1回しか入れないので、まあ1日2回ですね、入れるのがね。で、ここのダンジョンにしかないこの赤いフラワーと紫のなんかやつと蝶々みたいなやつと、があるんですけども、まあとりあえず僕はまあトークンが欲しいだけなので、最後の、このボスが、トークン持ってて、で残り30秒ですね。まあログインボーナスで1分間だけ最強になれるんですけど、ちょっと資材取ってると、ボスまでたどり着かないので、本来ねボスって結構硬いんですけど、この1日1回だけね、このログインボーナスさえ使ってしまえば、あの硬いボスがねワンパンできるんですよ。もうワンパンマンになれるんですよ。なのでちょっともう一直線で、残り7秒、さあ、スポンね、これで5トークンゲットです。まあまあまあ1回だけね、1回だけはこれでいけるんですけど、まあこっからは、これがですね今もう8個目の星まで来てるので、全部で8ダンジョンあるんですね。これをまあ全部
部回れば30トークンぐらい、ゲットできて、でさらに、まあ、このミッションとかも全部こなすと、まあ、1日50個集められるかられないかぐらい、まあ、まあ12時間でリセットされること考えれば、まあ、1日で50トークンはまあ集まるぞってな、感じなんですけどね、まあ、この作業がなかなか大変なんですよね。まあで、しかもこれが残念なのがですね、あのオフラインモード機内モードで遊んでるとこのダンジョン入れないので、あのオンラインにまあつなぐしかないんですけども、そうするとまあ広告が出てくるの自体は僕は正直全然いいんですけど、あの裏で広告めちゃくちゃ読み込むから、あの北海道よりスマホが熱くなるんですよ。マジで今めちゃくちゃ暑いんですよ。まだこれゲーム起動し始めて 2,3 分ですよ。 2,3 分にもかかわらずもうめちゃくちゃな発熱してるんで、あの録画がほぼ無理なんですよね。なのでもうちょっとこのダンジョンクリアしたら録画切ろうと思ってるんですけど、っていう感じです。ダンジョンが、僕の動画に少ないのは、暑くなりすぎて録画がむずいっていうね。はい、でこいつがボスで、こいつを倒すと、それなりに、トークンがもらえる。ただこれもランダムでね、絶対5ではない、あでも5でしたね、絶対5ではないんですよね。ちょっとランダムで3だったり4だったりもするんですけど、まあ、とにかくこのトークンを、50集めるまで、先には進めない状態なので、頑張ります。はい、長かったですがトークン貯めてまいりました。これでこの橋の向こうとかに、いや今回の星ね、ダンジョンがとにかくないのよ。ダンジョンなしパターンってあんのかな。まだちょっとクリアの気配すら見えてないんですよね。今この星がこの星の何パーセントぐらいクリアしてるのかすら全く見当がつかへん状態なんですよね。いやただなんかまた新しい素材の看板とかも出てきてるから、あーダンジョン来ましたね。あーやっと来た、やっとダンジョン来ました。よし行くか。さあどんな素材が待ち受けているのか。何かしら新しい素材があることは確定してるんだが、あー壺ですね。壺のストックがもう2キロしかないから2マス開けたら終わりっぽい。が、これなんだ？バグみてえな、なんかこう、積まれたやつが、壺じゃなく、この、かけらゲットできる。あ、できた！やった！あー、壺時間かかってたけど、バフンが生まれたことにより、まあ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 、壺はほんと2発で終わってしまうんですけど、あー、まあ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 、これなら、さあ、ここからは20倍速でお届けします。もう、とにかく、バフンから壺の素材を剥ぎ取っては、マスをちょっと開けて、それをずーっと繰り返しました。マジで、壺の要求量がどんどんえぐくなってくるんですよね。これでもかというぐらい、壺を要求され続けました。とりあえず、壺と麦が必要だったんですけど、もう今、麦だけになってきましたね。ああ、麦だね。麦 1.5 キロ。そして、ああ、えぐい！ちょっと、麦1キロで、ミルクみてえなの 1？ ちょっと数字壊れてんだよな。なんでだよ。1キロ。これ1キロって結構よ。ねえ。これ多分一周してやっと1キロぐらいでしょ。で、あのミルクが、まあまあ、1個だけ、ミルク1個だけでいいとかなら全然いいんだけど、あの、フォアグラの時のね、前例があるんで、フォアグラもやっぱね、25とか40とか普通に要求してくるから、そんな要求量のミルクがあった途端積みますね。この麦40キロ集めるってなかなかよ。もう、進むのに麦いるし、ミルクも欲しいし、でもなんか終わりっぽい。ああ、なんだ？なんか虫がおる。いやあ、40ミルク！よ、あと35キロいるよ、麦が。もう、ちょっとこれいかれてるよ、これ。広告見ても5ミルクやしな。はい、広告、8回見ました。オッケー！さあ、これで何が起きたかわからんけど、あー、オッケーオッケー、あ、これでなんかあの、村人が欲しがってた、
なんかミルクみたいなやつはゲットしましたね。本物のミルクがゲット、ミルク40で本物のミルクが1個ゲットできたって感じですね。ではこいつ強なんだよ。もうこのゲームに戦闘のシーンいらねえんだよ。もうもはや、作業ゲームだけやらせとけよ。もうさ、とりあえずちょっと村人が欲しがってた、ミルク納品して、ちょっとなんか草が生えた、草が生えた。これで、あーこれで天使の羽が手に入るのか。なるほど。これなんか武器のレベルを上げるのに必要な素材で、これもまた結構集めないといけないですけど、あーこれでちょっとまたお話が進んできましたね。いや、ほんでこれなんだ、ミルク25と天使の羽720を村人が要求しとんのよ。こいつらもか。あーべらぼうにミルクがいるね。天使の羽はまあまあまあ苦もなく集まるとして、この家々にミルクを納品するのが超絶だるいぞこれ。しゃ、これで全部いけるでしょう。さあ持ってきたぞ。持ってきて、このグー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 じゃねえ、江戸晴美かお前、ほんと外出てきてありがとうって言え。なんだ家の中からグーグーグー。こいつで、完了ですね。グー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 、あーオッケー。あーそして門が開き、新たなところ、そしてフォアグラが必要。ただフォアグラは備蓄が、あやば、ちょっとやってやばいぞ。フォアグラの連打じゃない、あーやばいよこれ。ここは10で済む。あー60、そしてあのダンジョンでしか手に入らない素材まで要求してき始めたね。はい、また石灰岩掘って、フォアグラ貯めてきました。そしてさらに備蓄が100個あります。ほらね、どうせこういうことだと思ったよ。はい、へいへい、もうどうせするとフォアグラがいるんでしょう。あはー60、まあまあ足りる足りるけど、ここで終われ。あーまたでも10はいける10はいける10はいける。さあ終わる終わる。あー100100、ね、お金150キロも大概行かれてるけどな。100、もうちょっとこのステージクリアさせる気ありますこれ。さあ、約1時間ほどかけて180個ぐらい、フォアグラ、作ってきました。さあこれでなんとかなりやすかね。終わりっぽいよね。まあまあ 10なら10ならかわいい10ならかわいい、な15ならかわいい。まだあんの、まだ奥あんの、まだある、そろそろ終わってもいいんだよな。まだ30、やばいやばいやばい、マジで200、そんでなんだお金250キロ、もうちょっとクリアさせる気ねえこの星。